オです。ご視聴ありがとうございます。ゆっくり知っていってね。センキュー。今日はここアメリカマイアミにて海外で実装されているポケストップの近くにいるポケモンが本当にいるのか試してみたいと思います。今近くにいるポケモンはこんな感じなんですけど、まずはヒメグマに行ってみたいと思います。ヒメグマはここにいるみたいです。ポケストップの場所が表示されたので行ってみよう。この辺のはずなんですけど、もうちょっと歩いてみる。出てきました。あー、かわいいね。めっちゃドアップにした。ゲットので、ヒメグマ無事ゲットしました。ということで、海外で実装されているポケストップの近くにいるポケモンいました。全世界で実装されているかは分かりませんが、海外の多くの場所で実装されている機能だと思います。ぜひ皆さんも海外に来た際は活用してみてはいかがでしょうか。ということで、ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録お待ちしております。以上、ヒイラギリオでした。バイバイよー。